ホセニコラス・タバタは、ベネズエラ・アンソアテギ・シュエル・ティグレ出身のプロ野球選手。宇ト・右ギ現在は、フリーエージェント。公式発表では1988年8月12日生まれと、なっているが、実際には3.4歳ほど年長なのではないかという、噂が絶えない。2005年に17歳で、ニューヨーク・ヤンキースとプロ契約し、 初年度のこの年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースで打率、314を記録。2006年は、A 級のチャールストンリバードッグスで打率、298を記録、若手有望選手を集めた、オールスターフューチャーズゲームの一員に選出された。ピッツバーグで行われたこの試合で、世界選抜チームの中堅守として出場。 三打数一安打を記録した。2007年は A 級のタンパイアンキースでプレー2008年7月26日にゼービアネーディとダマソマルテとのトレードでロスオーレンドルフ、ジェフカーステンス、ダニエル・マカッチェンと共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。2010年6月9日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビューを果たし、いきなりに安打を放つ活躍を見せた。 その後は、右翼手のレギューラーとして期待されるも、定着できない年が続いた。2015年6月20日のナショナルズ戦では9回位に、島で完全試合ペースだった相手先発のマックス、シャーザーから支給を受け、開挙を阻止した。直後の6月28日に、ディエフェとなった。2015年7月31日に、マイケル・モーストのトレードで、 ロサンゼルスドジャース参加のトリプル a 級、オクラホマシティドジャースへ移籍した。2016年6月11日に自由契約となり、30日にメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約。2017年2月10日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。シーズン終了後の11月6日に FA となった。 2018年2月22日に独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約した。7月3日にメキシカンリーグのワハカ・ウォーリアーズと契約したが7月10日にリリースされた。2019年と2020年はどの球団とも契約しなかった。2021年5月26日にアトランティックリーグのウェストバージニア・パワーと契約した。 29試合に出場し、打率。354、4本塁打、18打点の好成績を残し、7月9日に、メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズと契約した。サルタンズでは11試合に出場し、打率。387、本塁打、4打点の成績を残していたが、8月4日に、自由契約となった。ありがとうございます。